はいどうも、ヒコボン、心の声です。今日も元気に BTL です。今回は、日付変わってすぐなので、相棒制限も余裕です。海竜頼むぜ。前回、すごい技マシンがもらえるランク7へ到達したので、他のポケモンもチャレンジしたいところ、リザードンの代わりにカバルドン入れてみました。お、マッチングが早い。相手の初手はガブリアス。どうせ砂地獄でしょう。飛んだカバルドンの初陣になった。地面技は効かないぜ。今回は砂地獄。そして防御が下がるっていう相手のガブリアス仕事したが、弱点疲れてないのにどんどん削られていくんですけど、シールド使ってくれてよかった。2回目はダメだった。防御下がってなければそこそこ対抗できるだろうか。もう対抗できるのがカイリキーの岩雪崩しかないのが悲しいところ。シールド使ってでも岩雪崩打つしかないっしょ。まあ完全敗北です。降伏。トゲキッスをなんとかしないといけない。氷岩のメタグロスを入れてみる。相手の初手はトゲキッス。まあ海竜無理なのでメタグロスにチェンジ。お相手すぐさまラグラージ。敵に回すとハイドロカノンの出の速さがより速く感じる。この速さはハイドロカノン受けていく。この速さでこのヘリカーこんな強いのか。コメットパンチこんなものか。自分で使うと弱く感じる不思議。トゲキッスいるしシールド使うしかないっしょ。すぐハイドロカノン飛んでくるので起点になんかできない。相手もここでメタグロスを葬りたいようだ。なんですとシールド無駄遣いだった。ラグラージメタグロスにこんな有利なのか。まず海竜で倒してって思ったら速攻で引いた。カバルドンさん出番ですよ。火炎放射は大丈夫。カバルドン、トゲキッスに対抗できないぜ。シールド使ってくる。カバルドンやっぱり甘えるでゴリゴリ削られるな。最後のメタグロスを見届けて降参です。ダメだ、カバルドンにしたら手も足も出なくなってしまったでござる。私にはまだカバルドンを使いこなせないようだ。全体の関係だから後の2体に合ってないのだろうな。元のパーティーに戻します。相手の初手はまたガブリアス。激鱗注意報です。今度はこっちが先手。いいぞ。まあ激鱗だろう。シールド激鱗でした。海竜と対面したらまず激鱗と思って間違いない。打たなかったらやられるだけだし、あの時見事に受けた私ですけど。ストーンエッジだからシールド。最後はなんだ。メタグロス、トゲキッスじゃなくてよかった。シールド使ってくる。最後はリザードン。見事にはまった感じです。マッチングの勝利です。降参してくれないかなと思ったけど戦う気持ちは折れていない。今一つなのにこのヘリはないよなぁと思う。勝利です。このパーティーならまだ勝てる。同じパーティーで行ってみよう。なかなかマッチングしない。私がうまいように負けるマッチングを考えているに違いない。入り直すもマッチングしない。カイリキーをメタグロスにしてみた。そしたらあっさりマッチング。マッチングしやすいパーティーだったのかな。カイリキー入るとプログラムは悩む。相手の初手はメタグロス。コメットパンチ。あれ海竜もこんな聞いたっけか。なんだかんだで海竜で対抗できる。
リザードンで速攻で倒したい。無理でした。コメットパンチ食らうと大ダメージなので、シールドシールド1枚失ってる分こっちが劣勢。サーナイト出てきた。どうすればいいのかわからない。とりあえず耐久力は低いイメージ。ドラゴンクローでいけそう。シールドよし、もう一発撃てた。こんな減らないのって思ったら、フェアリーだから耐性あるのか。深く今思えば、さっさとメタグロスに交代するべきだった。次はそうします。シールド使用。今思えばさっさとやられておくべきだった。基本今思えばが多い。そうだ、リザードンにはブラストバーンがあったではないか。最後はカリゴン。シールド1枚残っているので、相手自身持ってたら終わりだ。終わりでした。やはり私はこのパーティーだ。カイリキーにするとマッチングに時間がかかるっていうね。おそらくいい勝負になるパーティーを探しているのでしょう。もう変えないぞ。来た。相手の初手はまたメタグロス。今回は2発目のドラゴンクローをブロックしてきた。ウーンリザードンですぐ倒せなくなってしまった。やられた。シールド使うしかない。ギャラドス見るとドラゴンクロー打ちたくなってしまう。ギャラドスはドラゴンタイプじゃないんだよな。水技で弱点疲れるので、ここはカイリキーさんに頼るしかない。カイリキーの懐刀岩なだれだ。よし、見事に決まった。最後はカイリキー。お互いシールド1枚。この勝負どうだ。カイリキー兄さん、そっちの暮らしはどうだい。トレーナーは優しいかい。そんな会話をしてるかもしれない。ここは受けてく。シールド、相手はまだ折れていない。シールド勝利です。2勝です。ポケモン変えると負けるっていう、戻すと勝つっていう。いきなりランク8へ到達してしまった。分不相応である。ランク6から苦労してたわけで、ランク8だとどうなってしまうのか。ちょっとランク8を覗いてみます。相手の初手はジバコイル。ワイルドボルトが厄介なやつです。とりあえず先手ドラゴンクロー。結構貯めてたからミラーショットからのワイルドボルトと見た。いきなり本命でした。ほんと読み合いが苦手。逆を行けば良いんだな。無理ですけど、シールド使ってジバコイルをやっつけよう。とりあえず厄介なジバコイルを排除。そして出てきたのはトゲキッス。大技。そうだ、昨日の動画のコメントでリザードンはトゲキッスに行けると聞いた。今がその時だ。実際ミンポケのツールでシミュレーションしたら少しだけ有利だった。まあ原子の力に気をつけないとだけど、どうもリザードンもドラゴンタイプと思ってしまう。だってどう見てもドラゴンじゃないですか。ポケモン中で一番ドラゴンっぽい気がする。こっちフェアリー技に耐性あるのにどっこいどっこいってのが不思議。これ原子の力ですが、絶対シールド案件。変えてきた。ラグラージ、これはやばい。カイリキーさん出番です。いたた、今度はこっちの番だ。頼みのカイリキーさんがやられてしまった。忘れてたけど相手シールド1枚あるので終わった。うまい具合に私が負けるようになっている。カイリキーをラグラージにしてみる。相手の初手はトゲキッス。厳しみです。ラグラージにチェンジマン。なぜかポサイドン出てきた。これは交代で弱点疲れるって感じで慌てて交代した感じかな。私がよくやるやつです。これはシールド。この速さよ。やはりラグラージは恐ろしい子。そしてこの威力である。ラグラージバネース。トゲキッスが舞い戻ってきました。シールドあればラグラージでそこそこ対抗できる。すぐさまもう一発。
そしてここでリザードンを投入。撃たれてしまった原子の力だと思うのでシールド OK です。ここで交代してきたメタニロス、リザードン続行案件です。たまにはブラフなるものを使ってみる。よし成功。この読み合いが疲れる原因なのかもしれない。コメットパンチはシールド。リザードン基本的に大活躍。トゲキッスにも対抗できると知ったのでさらにです。ただ上のランクの環境では使ってないのかな。これで終わりです。まあドサイドンへのミスがなければマッチング的には不利だったのかな。一つのミスが命取り、それがバトルリーグ。次行きます。ドサイドン厄介なの来た。まあ大概厄介ですけど、こちらの通常技で結構削れるんですが、生き形からグラージュに交代。ハイドロカノン打ちたかった。とりあえずシールド。私のパーティーで厄介なドサイドンを排除。あんまり効かないっすが、ドラゴンクローは受けていく。最後の板切ってハイドロカノンだ。ちょっとためられちゃったな。シールド。このまま通常技で押したい気持ちもあるが、ドラゴンクロー怖いので打っちゃう。シールドしてきた。よし倒した。最高の相棒が効いたかな。最後はギャラドス。こっち弱点疲れるリザードンだし、相手シールド残ってるしで終わった。さっき褒めた途端にこれである。リザードンをカビゴンにしてみます。相手の初手はジバコイル、先手のドラゴンクロー、あとは読み合いです。やっぱりさっきと同じでワイルドボルトかな。ワイルドボルトでした。ワイルドボルトだとしてもここでシールド2枚使うわけにはいかない。ミラーショットでした。ここで交代してきた。出てきたのはメタグロス。カビゴンさんにチェンジマン、ダグラージが良かったのかな。コメットパンチ受けます。効くねえ。ブラフなるものを使ってみる。よし成功。シールド、自信と思わせての仕掛かり。よしシールド、一応ブラフ成功。そして再びのしかかり。のしかかりしか打ってない。バカ力だったら余裕なのにな。自信は扱いが難しい。バカ力にしようかな。交代してきた。忘れてたお前がいたのか。ここで打ってくれたのがありがたい。ラグラージでジバコイルをちょっと起点にする。最後は海竜。ハイドロカノンを打って海竜に交代。あともうちょっと。落としきれず。しかしここまでよくやった。これでいい具合にラグラージの起点にできる。ハイドロカノン充填完了。メタグロス結構貯めてるのでゲージ技を打たれる前に打つ。 OK です。正直こんな戦いしんどい。2セット目これで最後です。またトゲキッスが初手回流は無理かな。ラグラージにチェンジマン。ここヘドロウェーブにしたら面白いな。大体ハイドロカノンで対応できるので自信をヘドロウェーブにしてみようか。カビゴンに交代してきた。のしかかり飛んできそう。ハイドロカノン撃っちゃおう。自信と思わせるのもある。シールド使ってくれず。ここで撃てちゃうのがラグラージ。どっちがいいんだろう。カビゴンにします。
相手ずいぶん溜めたな。激凛でした。海流だったら危なかった。のしかかり間に合わず、また激凛だ。通常技で落としたいけど、のしかかり飛んできそうなので、のしかかり打っちゃおう。トゲキッスが舞い戻ってきました。シールド2枚あるから1枚使ってしまおう。こののしかかりは大きい。次は海流、甘えるでゴリゴリ削られるので油断できない。漁師落とした。最後はなんだ、予想外のドリューズ。ここはシールド、危ない。最後がドリューズで良かったという感じです。というわけでランク8入っての1戦目は3勝でした。しんどい。王はシボンだ。貴重なのでファイルのみで飴を増やそう。ノーマルヒットだった。ゲットです。そしてレートです。ちょっとしか上がらない。ランク9自体無理。もうこの数戦でヘトヘトんです。もう少し頑張ります。